あ、中田さん、お疲れ様ですちょっと初の写真撮影に密着させてください。恥ずかしい。喋っていい？喋った、喋ったでもあんまり緊張してなさそうだね。楽しいですね。え、そうどこが楽しい？何が楽しい？こうやって髪の毛やっていただくのがちょっとなんかね、特別感。恥ずかしい、恥ずかしい。あんま普段やってもらわない、やってもらわないです。自分でこんな可愛くくるくるってできないので嬉しいです。なんか今までボロボロの使っててもう中ちょっともう漏れちゃったりとかして、でも綺麗なやつを恥ずかしいから買いました。どんなポーズしようかなとか考えてます。あ、自分で考えてきたんだ。なんか皆さんなんかこうやってやったりこうやってやったり、こうか、あ、シェアポーズ。そうです、そうです。シェアポーズできてなかったけどやってみて、やってみて、シェアポーズこうだ矢印と矢印ですよね。こうじゃない、こうですね。カメラポーズにならないよね。シェアポーズも撮ってもらうのでわかりました。シェアポーズも上手にできるように、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。すごい、スタジオみたい。緊張する。さっき緊張してなかったね。ちょっとまた見たら緊張し始めちゃった。あ、もうスチームアイロンでやってきたんですよ。そしたらこんなシワが、あ、アイロンかけてきたのに。大失態。大失態。大失態をしてしまった。ちょっとストライプだからより細い。細く見えるから。先輩たち本当に綺麗だから。やめてください。嬉しいけど。はい、え、普通に、はい、頑張れ。頑張れ。足をちょっと上げるとか。はい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 。これシェアポーズ。中田さんのおかげだ。できました。私が大失態してしまった。あ、よかったよかった。これお母さんと4、5時間かけて選んだ服なんです。写真撮影のために。写真撮影のためにちょっとどんな服がいいかなと思って。これちょっと本当にもう家族総出で探しました。こちらにポイントは。ポイントですか。このパフスリーブがちょっと腕をね細く見せるという。効果がありますね。何が何でも細く見せたいのあとこのピンクがちょっとフレッシュさと、あと後ろのリボンがどうですか。かわいい、かわいいけど写真って後ろ写るんです。そうです、だからこうやって今やらないです。それね、だからポーズ考えてきたっていうのは、あ、そうです。もうこうやってリボンを見せてこうやって絶対撮りましょうね。やめましょう。絶対撮りましょう。いいですよ。思ってない。思ってます。思ってます。聞いてるのか。すごい、見習いたいと思います。内田さんポーズ上手だったから、私もカメラマンさんのテンション上げるとテンション上がってましたよね。楽しそうだった。こっち向くとするじゃないですか。そしたら後ろ足をなんかちょっと軽く引くんですよ。あー、こうですか。うん、少しね、ほんのちょっと。そうすると、ここはこういう感じ、こうふにゃん、ふにゃんって感じ。なんか、あの、ほっぺた膨らませるの似合いそうだよね。あー、うるさい。やるんだ、こう見えるな。いや、ほんと可愛いね。ありがとうございます。ドジキャラです。ここいいでしょ。あ、いいじゃん。ちょっといいと思うんですが、本人が選ぶから
本人チェックお願いします。難しい坊主が。ここにほっぺにさ、あれがつくんだよ、綺麗に丸がさ。あー、笑ったときに。そうなんです。私、アンパンマンみたいっていう。すごいツヤツヤしてて。ちょっと可愛いよ。ここ横から見ると、ぷくって。やり方違うんだよね。あ、本当ですか？あ、ありがとうよ。すごい褒めてください。お肌。ありがとうございます。羨ましい。恥ずかしい。様々なほっぺ。わかります？この。食べれちゃいそう。こんなの需要あるんですか？あるよ。恥ずかしい。まさか私のほっぺがこんなに注目される日が来るなんて。違い。